モンキービジネスは1952年のアメリカ合衆国のコメディ映画。監督はハワード・ホークス、出演はケイリー・グラントとジンジャー・ロジャースなど。研究用のチンパンジーのいたずらによって偶然にできた若返りの薬をめぐる騒動を描いている。タイトルのモンキービジネスは英語でインチキの意味である。日本劇場未公開。マリリン・モンローが出世作ナイアガラの前年に出演し、喜劇に開眼した作品である。バーナビー・フルトン博士はある化学薬品会社で若返りの薬を研究している科学者。ある日、実験用の猿が檻から抜け出し、好き勝手に調合した薬を飲料水のタンクに入れてしまう。そうとは知らない、フルトン博士は自分で調合した薬を試しに飲んだ際、あまりの苦さにそのタンクの水を飲んでしまう。すると急に10代の若者のような言動をとるようになったことから、フルトン博士とオクスレイ社長は水を飲む前に口にした薬に、若返りの効果があると勘違いする。薬の効果が切れて元に戻ったフルトン博士が追実験を行おうとすると、そこに同席していた妻、エドウィナが自分が実験台になった方が良いと提案。実際に薬を飲んでみるが、あまりの苦さにやはりタンクの水を飲んでしまう。するとエドウィナもフルトン博士の場合と同様、10代の少女のような言動を取り始める。しかし、エドウィナのあまりに突飛な言動に、フルトン博士は振り回され、散々な目に遭ってしまう。Rotten Tomatoesによれば、25件の評論の内高評価は 88% に当たる22件で、平均点は10点満点中 6.92 点となっている。ありがとうございます。